にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイはあなたの運命にとって欠かせないピースです。前世で別れた二人の魂が再び出会うことで、二人は統合へと向かいます。ツインレイの恋愛では、真実の愛を手に入れることができると言われています。あなたが今までしてきた恋愛とは別物になるでしょう。今回はツインレイと真実の愛について詳しくご紹介します。ツインレイとの出会いはあなたを真実の愛に近づけてくれます。今までの恋愛にどこか本気になれなかったり、何か物足りなさを感じていたりしませんか？もしかしたらまだツインレイに出会っていないのかもしれません。ツインレイとの恋愛は今までの恋愛が嘘に思えるほどはっきりとした違いがあると言われています。恋愛では見た目や能力、地位などの条件で相手を判断してしまうことがあるでしょう。しかし真実の愛ではそうした条件ではなく、もっと本質的な部分に深く惹かれていきます。ただ純粋に相手を思ったり、一緒にいれるだけで幸せになれたりするのです。真実の愛では心と心のつながりや相手への愛惜しさを強く感じられるでしょう。真実の愛は相手の持つ条件に関係なく心と心が惹かれ合うのです。また相手の愛情にも条件をつけなくなります。愛を言葉や態度で伝えてほしい、記念日をロマンチックに過ごしたい、結婚したいなどは条件付きの愛です。相手の愛の強さを知るために、愛に条件をつけてその条件をクリアすることを求めてしまいます。無償の愛では相手の愛に条件をつけることはありません。常に相手に感謝し、ありのままの愛を感じられるのです。何度も輪廻転生を繰り返すことで魂は成熟していきます。そして魂が十分に成熟した時にツインレイと出会うと言われています。つまりツインレイは最後の輪廻で出会う相手なのです。二人が出会うことで真実の愛や無償の愛を知ります。様々な試練を経て統合された二人は真実の愛も無償の愛も全てを永遠にします。これまでの試練が辛く悲しいものだったとしても、永遠の愛を得るために用意されたストーリーだと思えるでしょう。真実の愛を手に入れるためには、真実の愛を手に入れるにはどうすればいいでしょうか。出会い方から付き合い方までそれぞれのタイミングに合った方法をご紹介します。ツインレイとまだ出会えていない人も、もう付き合っている人もぜひ参考にしてみてください。自分が幸せを見つけやすいタイプだと思いますか？幸福度が高ければ高いほど愛への感受性も高まると言われています。愛への感受性を高めることでツインレイを見つけやすくしましょう。ツインレイはお互いに補い合う存在ですが、同時にバランスが取れて釣り合った存在でもあります。あなたが愛の深い素敵なツインレイを引き寄せたいなら、あなた自身も幸せであることが大切です。ツインレイとあなたは前世では同じ魂でつながってました。二人の魂の周波数が惹かれ合うことでツインレイは出会います。感情は魂からの声と言われています。感情に従うことで魂を解放して自由に行動できるのです。しかしあなたが感情を抑え込んでしまうと魂は解放されません。損得や周りの目を気にして魂の声を抑え込んでいませんか？ツインはあなたの魂の周波数に気づけないかもしれません。真実の愛を手に入れるには揺るがない信頼関係が必要です。自分の都合で振り回さないように
相手を心から信じましょう。本音や本音を伝えられない関係はいつか終わります。お互いの気持ちが分からず疑心暗鬼になってしまうからです。しかしツインレイといっても異なる二人の人間です。隠し事や秘密が全くないというのは難しいかもしれません。多少の隠し事や秘密は受け入れることも必要でしょう。付き合い方、干渉しない、でも思いやる。干渉や束縛はあなたも相手も不幸にしてしまいます。ネガティブな感情ではなく、相手を温かく見守る思いやりを持ちましょう。真実の愛には無償の愛も含まれています。見返りを求めないで相手の幸せを思うのです。一方、干渉や束縛にはあなたの持つ嫉妬心や好奇心、興味が根底にあります。相手のことを優先して思いやるなら、時には見守ることも大切です。相手が本当に苦しんでいる時には助けてあげましょう。二人の関係は日常の積み重ねで作られていきます。信頼関係も同じで、あなたの行動の一つ一つが積み重なって作られていきます。普段から相手との信頼関係が作れるような行動をしましょう。例えば約束を守る、嘘をつかないなどです。あなたのしっかりとした姿を見て信頼してくれます。反対にだらしない姿ばかり見せていたら、信頼関係は作れないかもしれません。日頃から気をつけましょう。自分の内につながることが真実の愛を感じられる唯一の道です。内につながるとは、この世のすべてが自分の内側が作り出していると認識しながら、心の中を喜びや幸せで満たしている状態。例えばツインレイの彼と出会って、相手に意識が強く向き、執着や依存心を感じたとします。内につながっていない状態です。自分の内につながるために大切なことは、相手を通して感じる感情、思考に意識を向けることです。恋愛は大きく相手にフォーカスが行きます。その時内につながるとは、相手のことを思わないようにしたり会わないようにすることではありません。相手と話をしたり、共に時間を過ごしたり、あるいは一人で相手を思う時も、自分の内側の心の動き、感情、思考に意識を向け、心がいつも幸せ、喜びで満たされているのかを確認します。相手に対する反感はないか、愛情に執着していないか、どんな状態の相手へも葛藤なく優しい気持ちでいれるか、心の中を意識的に確認して、喜び、幸せの軸にとどまり続けることが自分の内につながることであり、真実の愛を感じられる唯一の方法なのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。